カペリス XC-12 カペリス XC-12 とはアメリカ合衆国で開発されていた試作旅客機である。第二次世界大戦中に制作された多くの映画の大道具として銀幕に登場したことで有名である。1930年、即令ツイチカペリスが カリフォルニア州オークランドに創設したカペリス安全航空機社では全金属単用かつ引き込み式降着装置による近代的旅客機を開発しようとしていた。その試作機が XC-12 であったが後発組であり開発資金を集めることができずカペリス社技術顧問のジェームズ・ヤンガー博士のつてで カリフォルニア大学で組み立てられた機体が完成したのは1933年であった。完成した機体は相当個性的な外観であった。また外壁をリベットではなくネジで構造材に貼り付けていたため、飛行中の振動で外れた上に操縦性能も非常に劣悪だった。同時代のダグラス DC-2 やボーイング247と比べても大きく出遅れていた上に、 これらの悪条件から、大手航空会社からの発注はなく、量産されることはなかった。XC-12 は1938年4月に燃料切れのため胴体着陸し、修理が断念された。機体は1939年に、RKO ラジオピクチュアズ所有となり、ダグラス DC-3 課税に改造された上で、映画の大道具として使われるようになった。 そのため多くの航空機が登場するハリウッド映画に登場している。著名な映画としては、1942年にジョン・ウェイン主演のフライング・タイガースでは、ヒダルマになって日本軍の列車に突入する急増爆撃機役として登場している。なお、大道具としていつまで使われたかは定かではない。ありがとうございます。